長崎電気軌道の四輪単車。長崎電気軌道の四輪単車。長崎電気軌道の四輪単車では、長崎電気軌道が、大正時代に、自社発注、もしくは自社森町工場で製造した二軸四輪を、持つ、路面電車車両について記述する。長崎電気軌道では1915年、大正4年の病院化引く、築長官開業に合わせて、木造四輪。 単車重量を自社発注し運行開始した。その後、路線網の拡張に伴い、1916年、大正5年から1924年、大正13年かけて53両の四輪単車を製造した。最初の重量はメーカーによる製造であるが、その後の53両は製造費を低減するため、メーカーには発注せず、自社森町工場に車両製造部を設けて、 車体を製作し、中古品、または、新製の台車、電気部品と組み合わせて製造した。車庫火災や原爆投下で被災した車両以外は戦後まで残ったが、1950年代からボギー車への置き換えが進められ順次廃車解体された。保存された車両も存在しない。1915年、大正4年の開業時に1から10の重量が製造された。 車体は神戸市にあった高尾造船所で製造し、台車、電気機器は阪神電気鉄道から購入した。車体は木造で前後にオープンデッキ式の出入台を設け、屋根は前後端を丸くした二重屋根とし、側面の出入台間に8枚の革窓を設けた。側面窓状の幕板には明かり取り用の小窓を設けている。塗装は小豆色一式とし、全面。 側面倉下に、唐草模様を入れた。3 5 6 8 9 1例は1921年、大正10年5月23日の森町車庫火災で、7は1944年、昭和19年10月10日の大橋車庫火災で、2は1945年、昭和20年8月9日の原爆10日で、それぞれ消失した。 戦後は1.4の2両が残ったが、1は1953年、昭和28年に、西日本鉄道、西鉄福岡市内線で廃車となった、木造四輪単車の車体に乗せ替えられて、有明型となり、旧車体は改造されて運搬車101となった。4は1952年に、事故で破損し、翌年、自社ホタルジャヤ工場で、申請した車体に乗せ替えられた。 原爆投下で被災したには1949年、昭和24年に自社ホタルジャヤ工場で製造した新生車体に乗せ替えられた。1は車体の世界後の1954年、昭和29年に121の車体に振り替えられた。後、1959年、昭和34年に西鉄福岡市内線から譲り受けた160系、170型に代替され、 廃車となり、2は1962年、昭和37年に360系の申請に伴い廃車となった。4は1967年、昭和42年に53の車体と振り返られた後、1969年、昭和44年に廃車となった。運搬車101は1972年、昭和47年に廃車となった。 千葉町石橋間の開業に合わせて2両製造された。1916年、大正5年の千葉町大浦海岸通館、開業前に11が、翌1917年、大正6年の石橋までの延長を前に12が製造された。元は1916年に京都市にあった庭電気用品製作所を通じて購入した電車である。車体は、 森町工場で製造した。1921年、大正10年の森町車庫火災で2両とも消失し、廃車となった。1917年、大正6年23から19の7両が製造された。台車、機器は、富士水力電機、現、伊豆箱根鉄道から譲り受け、車体は森町工場で製造した。十一系同様、全車両が、 森町車庫火災で消失し廃車となった。大正中期に進められた路線延長に備え、1919年、大正8年から1921年、大正10年にかけて20から39の20両が製造された。台車、機器は三井物産を通じて、米国から輸入した新製品で、台車はブリル 21E、電動機、 制御機は GE 製である。車体は森町工場で製造しており、1型に比べ全長が約500ミリメートル短縮され、運転台の床が一段低くなった。幕板の明かり取り窓は製造時期により1系、同様の長方形のもの、長円形のもの、省略されたものに分かれる。21.2529.36は製造後間もなく、 森町社古火災で消失した。1924年、大正13年に2221、3825、38 3936と、開版した。25は1944年、昭和19年に、大橋社古火災で、21.2432.33は、原爆投下で、それぞれ消失した。戦後に残った11両のうち、 26は1951年、昭和26年に、申請車体に乗せ替えられ、残る重量は1954年、昭和29年に申請された300型と交代し、全車廃車となった。原爆投下で被災した4両は1947年、昭和22年から1949年、昭和24年にかけてホタル茶屋工場を呼び、 三菱重工業長崎造船所で製造された新生車体に乗せ替え復旧されたが、21は1956年、昭和31年に42の車体と振り返られ、後1959年、昭和34年に西鉄福岡市内線から譲り受けた160系、170型に代替され4両とも廃車となった。 車体更新された26は1968年、昭和43年に廃車となった。森町車庫火災で多数の車両を喪失したことによる車両不足を補うため、1921年、大正10年から翌1922年、大正11年にかけて40から61の22両が製造された。台車、機器は20型と同様、 米国から輸入した新製品で台車はブリル 21E、電動機、制御機はウェスティングハウス製であった。車体は11系以降と同じく森町工場で製造された。車体形状は従来のオープンデッキに変わり、出入台のデッキをなくし側面で入り口に引き戸を設けた密閉型車体となった。 原爆投下で45.4649.5051.5357.58の8両が消失し、残った14両は1955年、昭和30年から1965年、昭和40年にかけて全社廃車された。原爆で消失した8両のうち45.4951.5357の5両は1947年。 昭和22年から1949年、昭和24年にかけてホタル茶屋工場で製造された新生車体に乗せ替え復旧されたが、1959年、昭和34年から1967年、昭和42年にかけて全車廃車された。1924年、大正13年に62.63の2両が製造された。 森町工場が製造した最後の申請車用で、全長が40型に比べ約7 0 0、mm、トル、拡大され8 9 0 3ト、mm、ルとなり、屋根が丸屋根となった。台車、機器は40型と同一である。40型と同じホイールベースのまま車体が長くなり、オーバーハングが大きくなったため、経年による車体の歪みが著しくなった。62は、 戦後に54に改版された後1955年、昭和30年に廃車となった。63は1952年、昭和27年にホタル茶屋工場で申請した車体に乗せ替えられ1969年、昭和44年まで使用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。